テネシーは、アメリカ海軍の装甲巡洋艦。テネシー級装甲巡洋艦の一隻。艦名は、テネシー州にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。テネシーは1903年6月20日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で、寄港。1904年12月3日に、アニー・ケイ・フレーザーによって、命名、浸水し、 1906年7月17日にフィラデルフィア海軍交渉で艦長アルバート・オーベリー大佐の指揮下収益した。テネシーは1906年11月8日にパナマ運河を視察するルーズベルト大統領が乗った戦艦ルイジアナの護衛としてハンプトンローズを出港した。視察5キロの途中でプエルトリコに立ち寄り11月26日にハンプトンローズに帰還した。 その後、テネシーは、アメリカ大陸入植300周年を祝う、ジェームズタウン博覧会に参加した。6月14日にテネシーは、ヨーロッパに向けて出港し、特別任務部隊と共に、フランスのロワイアンに23日に到着した。8月に、帰国の都につき、10月12日に、ハンプトンローズを出港、太平洋に向かった。テネシーは、 その後カリフォルニア沿岸の偵察を行い、1908年8月24日にサモアに向けて出港、9月23日にパゴパゴに到着し太平洋艦隊での任務を再開した。1910年5月15日にバイアブランカに到着しアメリカ合衆国の代表としてアルゼンチン独立100周年記念式典に参加する。11月8日にテネシーは、 ポーツマスを出港し、サウスカロライナ州チャールストンに移動、タフト大統領を乗せ、パナマへの往復旅行を行う。ハンプトンローズには11月22日に帰還し、その後1911年2月まで、バージニア州沖合での戦闘訓練に従事した。ニューオーリンズで、マルティグラに参加、3月にニューヨークを訪問した後、テネシーは、キューバ海域に向けて出港し、 二ヶ月に及ぶグアンタナモ湾での作戦活動に入る。テネシーは1911年6月15日にポーツマス海軍交渉で予備役となる。その後一年半東海岸に泊まり、1912年11月12日にフィラデルフィアを出港、地中海に向かう。12月1日にスマーナに到着した。第一次バルカン戦争の間、テネシーは アメリカ国民及び権益保護のため同地に泊まり、1913年5月3日に帰国の途に着く。5月23日にハンプトンローズに到着し、テネシーは東海岸での作戦活動に、10時、10月23日にフィラデルフィアで大西洋予備役艦隊入りする。1914年5月2日にテネシーはニューヨーク海軍交渉で、 新兵収容官となった。8月6日にテネシーはニューヨークを出港し、ヨーロッパでの任務に向かう。1915年前半はアメリカ軍の遠征を支援し、8月に海兵隊遠征軍第一大隊及び海兵隊特化大隊をハイチへ運ぶ。1916年1月28日から2月24日まで、テネシーはハイチのポルトオプランスで、 巡洋艦部隊の機関任務を担った。3月にハンプトンローズで政府交換を乗せ2ヶ月に及ぶモンテビデオへの巡航を行った。5月25日、テネシーはメンフィスへと艦名を変更する。艦名はテネシー州メンフィスにちなみ、テネシーの艦名は戦艦43番に与えられた。7月、エドワードビーチシニア艦長の式下カリブ海に向かい、 7月23日に、サントドミンゴに到着。反乱で2分されたドミニカ共和国において、平和維持の偵察巡行を行った。8月29日の午後、サントドミンゴで停泊中であったメンフィスは予期しなかった。大波によって陸に打ち上げられた。この事故によって、約40名が死亡、または、行方不明となり、204名が重傷となった。 主任機関兵のジョージ・ウィリアム・ラッド、クロード・アシュトン・ジョーンズ隊、チャールズ・エイチ・ウィリー機関兵は事故への対処の功績で、名誉勲章を受賞した。メンフィスは1917年12月17日に、除籍され、1922年1月17日に、コロラド州デンバーの AH ラデツキー・アイアンメタル社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。